粘土細工に便利な絞り袋の作り方です。ナイロン袋の端は飛び出ているので、まず裏返します。こうすると飛び出ているところが内側になって、先が三角に尖ります。この中に粘土を少量入れます。そこに水を数滴垂らします。多すぎるとドロドロになるので気をつけてください。そしてナイロン袋の上からしっかり揉んで、全体がクリーム状になるようにします。しっかり練れたら、今度は先に向かってしごいて粘土を集めていきます。根元のところをキュッとねじって三角形にします。先のところをハサミで切ります。押さえすぎました。ちょっと粘土が出てきてしまいましたね。軽めに押さえた方がいいです。うまく描けるかどうか試しに絞ってみましょう。絞り袋に慣れたら本番です。粘土の上に自分が思う形を描いていきます。ピンクの絞り袋でほっぺたの部分を描きました。必要な色の絞り袋を作って、細かい細工を楽しんでみてください。